はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校2年生の教科書6章テスト対策やっていきます。で、ここから確率のテスト対策のね、スタートになります。で、最初はこの2問やっていきますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が両方解いていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、ちょっとね、風邪っぴきで喉がおかしいんでね、声がいつもと違うんですが、そこはちょっとお許しください。で、確率の単元なんですが、まずは場合の数ですね。確率求めなさいじゃなくて、何通りか求めなさいっていうのを2本分やっていきます。次回のテスト対策も場合の数になるんですが、で、似たような問題を並べてます。両方とも11123の5枚のカードがあって、上は2枚取り出して2桁の整数作ります。下は3枚取り出して3桁の整数を作る。その時に奇数になる、その数がね、奇数となるのは全部で何通りか求めなさいという問題です。で、まあ、確率もそうですけど、基本的にはもう樹形図を書いて勝負していきます。で、まあ、得意だったりする方、こういう単元がね、得意な方は、この奇数になるだけ、それを書き出すっていうのはもちろん OK です。それの方が時間短縮になるんですけど、自分はよく一応ひとまず全部書けるようになんなって言ってしまうので、自分今解説で樹形図全部書きます。一回。で、書いて奇数になってるのを数えるっていうスタンスでやっていくんですが、必ずそうやらなきゃいけないってわけではないんですけど、まあ一応参考程度に見てもらえたらと思います。で、どうやるかっていうと、まず、まあ、2桁の数なので、10の位と1の位がある。で、まず10の位から固定していきます。で、1、2、3の3種類かな、しかないので、まずじゃあ10の位が1だと。で、自分、左側のスタートの数に丸をつけるのが癖なので、これやんなくていいからね。俺癖ね、これね。これ10の位ね。で、そっからじゃあ1の位何パターンかっていうと、まず、1、1がありますよね。1は2枚あるからさ、2枚取れるから。1、1があると。で、1、2、1、3ですね。だから、11、12、13ってこと。いいかな。で、1の位が、10の位が1の時はこれで終了。じゃあ次に、10の位が2の時ですね。で、やっちゃいけないミスとしては、やっぱりこういうパターンですね。書いちゃう、これを。これは間違い。何が違うかっていうと、ここ書けないですよね、これ。なぜなら、2は2枚ないので、今。だから22って出せないんですよ、これ。だから、2の時は21と23しかないと。で、あと3の時。これも同じですね。31、32はいけるんですけど、33ができない。いい。だから、この、1、2、3、4、5、6、7通りですね。今作れる2桁の数に関しては。で、その中で奇数になってるのどれかなって数えると、まあ、奇数はね、1の位が、奇数になってればいいので、11、13、21、23、31ですね。この、5通りだけなので、だから答えは5通りだよっていう。これで終了です。いいかな？まあ、こんな感じですね。で、やっぱ3桁、桁が上がれば、ちょっと難易度も上がるし、うっかりミスが出やすくはなってきます。が、同じようにやっていく。で、まず、10の位、じゃない、ごめん。3桁だから100の位ですね。一番左だから100の位。が、1の時から固定します、こっから。で、じゃあ、これ100の位、一応書いてみようか。これ100の位ね。じゃあ、10の位何があるかっていうと、1はまだある。で、2もある。3もありますね。これちょっと狭いな。もうちょっと広く書くわ。ちょっと待ってね。1の時、2の時、3の時ですね。これが10の位です。で、まず1、1からいくと、じゃあ、1、1、1を2枚使いましたと。ここ2枚使ってる。でも、1、2、3ってまだ3枚余ってるから、1の位に1も出せるし、もちろん2も出せるし、3も出せると。この3種類使えますね、まだ。で、こっから気をつけます。今、1と2を使ってるんで、2がなくなってるんですよ。1と3はあるんだけどね。だから、この時は、1と3が出てきます。2が2個使えないからね。さ、こっちと同じです。発想としては。
で、ここもそう、1と3を使ってるんで、1はまだあるんですけど、3がないんで、1と2しかも出せない。1の位ね。ここ1の位です。ちょっと丸つけておくか。こんな感じ。で、これを100の位が1の時は終わったので、じゃあ、あと2の時と3の時でやっていきます。そう。で、今ね、自分の中で不安なのは、これ入らないんじゃないって話なんだけど、ちょっとちっちゃくやっておくか。で、2を使いました。そうすると、そうだね。上に詰めればいいね。今、100の位で2を使ってしまったので、もちろん1は出せるんですけど、さっきみたいに10の位に2が出てこないんですよね。2、2ってもう使えないので。だから最初から枝の数が変わるっていう、こうやってね。で、後ろ。ここは、あとは1は残ってる。で、3もあるね。もちろん2は出せません。この2通り。で、2、3って使ってるんで、2と3使っちゃったから、あと1しかないんだよ、もう。1は3枚残ってんだけどね。だから、この枝1本しかないよっていう。かなり変則的な樹形図になっていきます。で、3の時。3使ったんで、まず1は OK。2も OK なんですけど、3、3がいけないと。で、これ上行くよ。3、1行ってるんで、1はあります。で、2もあります。こんな感じ。で、下ですね。3、2使っちゃってるから、もう1しか残ってないんで、このパターン。これで終了。となります。だから全部で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13通りですね。全部はね。で、この中で奇数になってるの数えたいので、一番、1の位ね。一番右の位が奇数になってるやつ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10か。となっているので、全部で奇数は、10通りと。これで終了となります。正直カードを並べる問題、まあ、ケースと2桁とか3桁の整数作るんだったら、こんなん書かなくてもさ、11、12、13って書いた方が楽ですよって思う方もいると思うし、実際そうやった方もいると思います。で、それでも全然 OK なの。うん、問題ないんですけど、自分は基本的には樹形図を書けるようになってほしいっていう思いが結構強いタイプの人間なので、樹形図をよく使うんですが、これじゃなきゃダメってわけじゃないんで、答えが導けてれば OK っていう、その解釈でぜひね、お願いします。いいかな。では、今回はね、この2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後まで授業を聞いてくれてありがとうございました。今表示されている動画や再生リストの方から他の勉強内容だったり、あとはテーマを決めて喋ったものに飛ぶこともできますので、よかったらそちらも見てみてください。また、チャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらよろしくお願いします。では、またね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。